どうもこんにちは、鈴木農園の鈴吉です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は玉ねぎのとう立ちを防ぐ方法を紹介します。というのはコメントで質問いただきました。内容はこちら。玉ねぎがとう立ちしないようにするにはどうしたらいいですか、という質問いただきました。コメントありがとうございます。まずとう立ちとは何かということをお話しして、その原因そして解決方法を紹介します。では早速やっていきましょう。はい、ではまずとう立ちとは何かについてお話しします。とう立ちとは花やつぼみが出てくることです。細かく言うとつぼみがついた茎がですね、ニョキニョキと生えてくるんですよ。まあ植物にとってはね、子孫を残そうと種を作る、そういう活動になります。ちなみに玉ねぎだとこんな感じ、いわゆるネギ坊主という状態になります。そしてこうなると食味が落ちてしまいます。食感も硬くなったりしてしまいます。はい、ではその原因と防ぐ方法について早速紹介していきます。原因としては2つのポイントがあります。それが苗の大きさと肥料です。順を追って説明します。玉ねぎはですね、一定の大きさになってから一定の温度に当たることでとう立ちします。さらに日が長くなるととう立ちがさらに助長されるという感じでございます。つまりこの時期、小さな株で冬を越させると、そういう必要があるということです。このね、寒い時期に株をね大きくしちゃいけないよと、そういうことでございます。注意すべき点は4つです。それがこちら、はい、苗の大きさで、あと種の早まき、そして肥料のやりすぎ、少なすぎでございます。この4点が主な原因になります。では詳細について詳しく話していきます。では1つ目、苗の大きさが大事です。ここで見るポイントは2つ。それがこちら、苗の大きさですね。草丈が25センチから30センチ、茎の太さが5から6ミリでございます。ちょうどここに玉ねぎの苗があるんですが、こんな感じで苗の大きさが25センチから30センチ、そしてここの茎の太さが5から6ミリでございます。大きくても鉛筆ぐらいのサイズの苗を買いましょう。先ほども言いましたが、玉ねぎは一定の大きさで一定の温度に当たることでとう立ちをします。つまり植え付け時期に苗が大きすぎるととう立ちするリスクが高まると、そういうことでございます。なのでね、苗選びの時は注意しましょう。よし、じゃあできるだけ小さい苗を植えようっていうのもダメです。反対に小さすぎる苗だと弱いので枯れてしまう、そのリスクが高くなってしまいます。またね、うまく根付かず玉がね大きくならないっていうことも起きますので、苗はね適正な大きさのやつを選びましょう。ちなみにね、玉ねぎはもうたくさんの種類があります。極和世種から遅い晩成種などですね、その特徴や選び方、そして育て方を詳しく紹介した動画、こちら出してます。概要欄に動画のリンク貼っときますんで、よかったらね見てください。はい、では2つ目、種の早まきでございます。1つ目とねポイントは一緒ですので簡単に紹介していきます。まあ、簡単な話です。早く種まきしてしまいますと植え付け時に苗が大きくなってしまいます。なので栽培時期、種まき時期をしっかり守りましょうねと、そういう話でございます。はい、じゃあ3つ目、肥料のやりすぎです。肥料のやりすぎで株がね大きくなってしまいますと、さっきも言いましたが、とう立ちのリスクが高くなってしまいます。肥料の目安がこちら、はい、こんな感じで畑によってね土の中の栄養分違ってきますけど、こちらをね1つの目安にしてみてください。はい、ちなみにね、肥料、追肥を忘れちゃうっていう方ですね、追肥ねやろうと思ってもね、その時期になるといつも忘れちゃうんだっていう方にはこちら、じゃん、玉ねぎ一発肥料でございます。こちらをですね、元肥の時に、土作りの時にもう混ぜとくだけで、あとはもう何も肥料やいりません。追肥がいらないっていう、そういう肥料になります。だからこうやって一発肥料って書いてあります。中指いけないですね。だからこうやって一発肥料っていう、そういう肥料がありますんで、もう追肥やるのめんどくさい、追肥忘れちゃうって方はこういう一発肥料を、試してみてください。まあ詳細一応概要欄に一回貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。はい、4つ目、よし、じゃあ無肥料でいこう。もうダメです。完全にねダメではないんですが、いわゆる自然栽培で
長年ね土作りをやっているというところであればいいんですけど、一般的な畑で無肥料でやってしまいますと栄養不足になってしまいます。さっきも言いましたが、とう立ちっていうのは花芽が出てくる、つまり子孫を残そうとする活動でございます。栄養不足で植物が弱ってしまって、やばいこのままじゃ死ぬ、死ぬ前に子孫を残さなきゃって言ってとう立ちしてしまうんですね。なので肥料、まあ主に窒素はしっかりやって栄養不足が起きないようにしていきましょう。最後にもう一つ、とう立ちの原因紹介します。とう立ちは天候の影響をものすごく受けます。まあ、例えば暖冬です。去年2019年は暖冬だったのでとう立ちが多かったと思います。今年は寒いので大丈夫ですが、反対に春に低温に当たってもとう立ちしてしまいます。まあね、異常気象についてはどうしようもないですが、もし春に寒さが来る予報がもうすでに分かっていたら、トンネルをするか不織布をねかけるかで対策していきましょう。はい、ね、コメントねありがとうございました。そしてコメントに対するコメントもありがとうございました。こんな感じで僕の動画でね、いろいろな意見が出て一つの答えが出たら嬉しいなと思います。ちなみにこんな感じでコメントでね質問いただけたら動画で紹介させていただきますので、お気軽にご質問ください。さっきも言いましたが、苗の選び方育て方の動画こちら出してますんで、よかったら見てください。玉ねぎ収穫して食べる食レポの動画も出してます。こちらもよかったらお願いします。愛知の伝統野菜、愛知白玉ねぎの収穫動画になっています。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。